チョイディブでーす。ヨネです。はい、お願いしまーす。お願いします。皆様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も、ナイトチョイディブをよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで新年になりましたよね。はい、まあ抱負を話していきましょうか。はいはい、抱負は、野球上手くなります。そこなんで、まず僕は。そうだね。はい、まずバッティングいこう。バッティング、バッティング頑張ろう。そうですね、一番嫌いなところなんで。一番嫌いなところをこう伸ばしていこう。はい、まあ俺はちょっと肩痛いんで肩を直す。で、バッティングのこのな、ミートの安定性を良くする。あと野球チームに入る目標です。野手として、野手として。だいぶありますね。野手として欲張りですね。そう、あと足を速くする。あとはストレッチでこう体を柔らかくする。2021年やることめちゃめちゃあります。そうですね。はい、まあ、ちょっとずつそういうのやっていきたいなと思いますんで。はい、皆さんも今年の野球の目標とかあればぜひコメント欄に。そうですね、書いておくことでやらなきゃいけなくなるんで。本当ですよ。それ今度見ちゃうからね。見て、こう言っちゃうからね、はい、おいお前っつって。僕たち行ったんで、それ目指すんで、ちゃんと。そう、本当に、まあ去年ね、ストレッチ講座とか受けたんで、はい、いろいろ変なバンドも買っちゃったんで。はいはいはい、はい、ストレッチで、買っちゃったって言い方悪いですよ。買わされちゃったんでね。やばい、買わされちゃったんで。使っていって、はい、柔らかくしていきたいなと思います。今年もたくさんの野球取材やイベント、グラウンド借りて練習もやると思うんで、どういう動画が見たいとか、今年ね、まあいい機会なんで、はい、コメントしてもらってね。こういう動画見たいよ、こういう動画今年やってっていうのがあれば、はい、どんどんコメントに残していてください。お待ちしております。そしてプレゼント企画も現在やってますんで、はい、登録者8000人突破したらファイヤーズのオールランド軟式を、そして Z 源田モデル黄色軟式を、あれを1名ずつ。モンタナさんのインスタもね、はい、3000人いかなきゃダメなんですよ。大体今もう1000、あと半分ぐらい、1400、1500ぐらい、ね、あ、半分ぐらいです。3000人いったら OK で、俺も8000人いったら源田モデルが始まります。で、俺単品で8000に行ったらファイヤーズ行きます。で、良平もなんか出すってことで。そうですね、今年中にはちょっと考えてることがあるので。マジっすか。はい、でさ、グラブマニアの良平が何かをプレゼントしてくれるってことで、皆さんちょっと登録の方をぜひともお願いします。はい、いや、本当良平のタイミングで出すんで、動画見なきゃ知らないですよね。はい、本当に気まぐれなんで。本当気まぐれなんで、そう、良平がいつ出すかわからない。だから毎日動画見なきゃわかんない。はい、もしかしたらインスタとかツイッターにも上げないで、そのまま動画だけの告知するかもしれないです。やばいっすね。逆かもしれない。逆が、あ、動画やんねえかもしれない。どうかな、その辺は。ね、その辺、まあ見てほしいなと思います。はい、じゃあまず新年一発目ってことでキャッチボールしましょうか。はい、ちょっと俺どうかな、新年だから投げれっかな。ちなみに痛み止めは2つ目飲みました。他力本願。他力本願。そうそう、他力本願。それではやっていきましょう。 GO。さあ、新年一発目でキャッチボールいきまーす。初投げ、初投げです。どうすか、調子いい？あれ、今日使ってるグローブなんすか、それ？アトムズです、お久しぶりです。アトムズだ。公式野球の取材とか増えたんで、公式野球のことが、まあ、今までなかったんで。そうだね、使ってなかったんですけど。じゃあ使おうか、俺。いや、だから取材あるじゃんって。分かんないよ。あの、新品の Z でも痛いもんは痛かった。去年ね。はい、まあ、今年もなんかまたちょっと増やそうかなとは思ってるんで。やばいこいつ。まあ俺もですけど。はいはい。いや、マジ投げるようになりたいわ。早く投げたいわ。まあ、お互い病院に教え合ってます。そうだよ。まあ新フォームとかね、新変化球とかね。投げないよ。軸軸軸軸をしっかり。ピッチャーのフォーム変えたいんですよ。やば、アンダースローっすか。そうっすね、やってみたいです。これぐらいはいける。前はいけんかったから。投げ、投げ、から投げ、から。いいね、ナイアガラカーブいきます。オッケー。ツーシームいきます。いいね。足上げたらさ、ケツを後ろにして、後ろに。
あの、こう、守備で構えるじゃん。はい。この位置。そう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 。そうそうそう。あー、すいません。そう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 。ちょっと来た、来た、来た。この構える、この状態で、はい。状態で、状態で、俺を押してみて、こっち。ここですか？うん。無理っしょ。無理っすね。普通に守備の構え、守備の構え、守備の構え、その状態で俺を押してみて。この状態で押してみて。あー、力入ります。押してもらして。普通に、普通にして、普通の構え、野球入って、野球の構え、普通の構え、構え、構え、構えで、ここまで、ここまで、そう、ストップ押して。あー、くせ。ここしっかり使えるとパワーが違います。ああ、枠に通すみたいですね。そうそうそう、そうそう、それは大事らしいから。それはリハビリで教わった。あ、なるほど。距離感、距離感、距離感、ディスタンスしてるじゃん。お、投げた。はい、ゴー。全然届いてないじゃん。 やる気ねえな。18って言うんだよ。まあ、こんな感じで今年もよろしくお願いします。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、ゲンダモデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れおいチャンネル、おいくんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。Slide down.